帳を消すために一旦英語を作ってそれで翻訳帳にしてしまったと2つの可能性が、まあ2つ目はちょっと凝ったやり方ですけどね、はい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 、どっちだと思う？私2つ目の可能性はむしろ低いな。それはあの途中でその機械翻訳で訳しきれなかったんじゃないかなって推察されるような部分が日本語が稚拙なんですね。ですから作った人